はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。レゴネックスナイツランスのメカホースです。はい、こちらのセットをですね、ずいぶん前に実は作ってたんですけれども、その作ってた時の様子をご覧ください。はい、それではまずミニフィグから紹介していきましょう、はい、まずこちらがフレームスロアってやつですね、はあ、これは以前もありましたね、はい、モヒカンのやつでしょ。そうそうそう、モヒカンですね。で、ボーキャスターみたいな武器を持ってますね、はい、後ろに矢を装備してます、はいはい、続いてこちらがランスですね、はい、相変わらず長い槍を持ってますね、はい、長すぎだよね。だってこれ持ってるとね、普通にもう立たないんだもん、カタンって倒れちゃう、カタンって顔はこのような感じになってます、はい、これまた反対に繰り返すとこのような威勢のいい表情になりますね、はいはい、じゃあこれでヘルメットセットしてと、はいはい、こんな感じですね、はいはい、あともう一つランスボットがついてきてますね、はい、これはまあいつものロボットだね、はいはいはい、そしてこちらがメカホースですね。おちょっとね、思ったよりもチャッチかった。本当だ、チャッチいね。細い。この箱を見る感じだとすごくね強そうに見えるんだけど、うん、これ出来上がったものを見るとなんかこうすぐ壊れちゃいそうな印象ですけどね。なんかうわーガチョンって、ね、そうそう、わーガチョンってなっちゃいそうだね、うん、それで、これはここが顔でしょ、うん、これ前足ですね。でここに後ろ足でございますね、うん、これなんかねタイヤがついてるでしょ。これタイヤ2個ついてる。タイヤついてんだよ、うん、これなぜかというとですね、実はこれウィーンって前に出してウィーンってやって、ま、これこっちに行ってだ、そしてこの後ろ側をあここここここ、こうやるとなんとですねビークルモードになるわけですね。そんなモードあったんだ。そう、これでこう転がしてこう車になると、バイクみたいな車になるね。ああはい、それではランス乗せてみました、はい、ね、ランスのこの槍がここにはまって、盾はここにはまっておりますね、はいはい、それでですねここにランチャーロケットみたいなのついてて、これ一応後ろ押すとちょっと下に落ちる。結構高い。ちょっとしょぼいね、これ。こっちも。こっち、あ、いいよ。おお、結構勢いよく飛んだ。うん、じゃあ、エイシン君、この状態でちょっとビークルモードしてみてもらえます？はい。まず顔を畳んで、起こして、足を裏返しして、反対側もね。それで、後ろ足の部分をガチガチガチっと。あ、そう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 。もうちょっと。オッケー、これでビークルモード完成だ。うわ、早い。こんな感じだね、うん、いいじゃん、うん、うん、うーん、あらごりたね、今のうちにやってしまえ。うわー、ちょっと待って、まだ変形中だよ。うわー、うー、また来やがったな、ハルバートおめえ、攻撃だ。うわー、ジャキーン。おう、うえ、何、手が取れた、まずい。ジャキーン。おお、ドド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 、またお前か、今のお前にはこれが効くって言ってるんだ。くらえ、ガムガムボム。うわあ、しまった、油断した。変形メカホース完成、メカホース。お前新しいやつだな、知らねえぞお前だな。よし、行くぞ、ボリャッポン。おー、ボリャッポン。おー、ボリャッポン。うわー、直接。おー、やったぜ。はい、ということで今回はレゴネックスナイツランスのメカホースでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、結構前に作ってましたね、これ。ゴールデンウィーク前に作ってました、はい、私。はい、ということで今日の動画がもし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、はい、ぜひチャンネル登録もお願いします、はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね、はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますのでぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。それと、レゴネックスナイツの再生リストはこちらからご覧になりますので、はい、ぜひ皆さん見てみてください。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。